こんにちは、藤田です。今回は SEO 集客の始め方について、初心者向けにお伝えしていきたいと思います。ウェブ集客をするなら SEO はですね、必須のスキルになりますので、ぜひこのタイミングでですね、基本的な理解を深めておくのはいかがでしょうか。はい、今回の動画でお伝えする内容です。SEO 集客と検索ワード。狙うべく検索ワードとは、検索ワードも集客方法も2種類に分ける。検索ワードのリサーチ方法、こういった順番でお伝えしていきます。この動画でお伝えしているリンク先などの情報は動画の説明欄に貼り付けてあります。このタイミングでチャンネル登録しておいてもらいますと、後から探しやすいかと思います。はい、最初にですね、私のことをご存じない方も多いと思いますので、簡単に自己紹介をさせてください。サクッと 1.5 倍速、15秒ぐらいでお伝えしますので、見てください。藤田博史と申します。ウェブ集客コンサルタントをやっています。大学卒業後、15年ほど、サラリーマンをシステムエンジニアとしてやっていました。ダサルドフリースしてフリーのコンサルタントとして14年ほどやってこれております。現在は顧問契約とオンライン講座をサービスして提供しています。よろしくお願いします。はい、SEO 集客と検索ワードということで、今回はですね、初心者向けにですね、SEO についてご説明するんですけど、まず検索結果にはですね、広告表示と、自然表示の2種類があります。ちょっと試しに見てみましょう。例えば、ダイエット、サプリで、上からですね、広告がですね、こういうふうに並んでいるんですね。で、ここから自然表示ですね、オーガニック検索って言われるものですね。そしてまた最後に広告があります。このようにですね、2種類あるんですけど、広告表示の方はですね、検索ワードに合わせて出稿される広告が表示されます。表示されている順番はですね、基本的にはですね、広告費のオークションですね。そして加えて、広告費のクリック率の高さなども関係します。これは品質スコアとか言うんですけど、そして、自然表示の方はですね、検索ワードに最適なウェブページが評価の高い順に表示されます。この評価はですね、検索エンジンさん、Google さんですね、が独自の判断でしています。これがですね、いわゆるアルゴリズムって言われるものですね。で、この評価にですね、マッチさせて、なるべく上位に表示させることを SEO、サーチエンジン、オプティマゼーションと呼んでるというわけですね。そして、この自然表示の方から、自サイト、自分のサイトへアクセスを集める方法を SEO 集客と呼びます。ところで、検索ワードっていうのはですね、何と言い換えられるでしょう、別の表現にすると何でしょうかということなんですけど、それはですね、検索ユーザーの悩みとか疑問と表現することができます。つまり、検索結果にはですね、悩みや疑問の答えとしてウェブページがですね、優秀な順に表示されると考えて間違いないです。はい、狙うべき検索ワードとはということで、検索ワードはですね、その検索数、いわゆる検索ボリュームとも言うんですけど、それごとにビッグワード、ミドルワード、スモールワードなどという名称で呼ばれることがあります。で、文字通りビッグはですね、検索数が多い、そしてスモールはですね、検索数が少ないっていうことです。で、ビッグワードではですね、検索数が多いですから、このワードでですね、上位表示をするとアクセスが激増します。ただ、もちろん競合相手が多いですし、ビッグワードのワードでのですね、上位表示は非常に難しいんですね。ちなみにビッグワードっていうのはですね、ダイエットというですね、ワンワードも含まれますが、どちらかというと、もっと実用的なですね、ダイエットプラス方法などの方が集客においては重要になります。で、こういった方法みたいなやつはですね、方法以外にもやり方、使い方、口コミ、比較、料金などのですね、メインワードと組み合わせた検索ワードがですね、ビッグワードと言えます。そして、繰り返しになりますが、こういった検索ワードでの上位表示は難しくて時間がかかります。そこで私たちが狙うべきなのは、ミドルワード以下の検索ワードになるんですね。少し検索ボリュームの低いワードです。で、こういった検索ワードであれば、比較的短期間にですね、自分のウェブページをですね、上位表示させることも可能なんですね。もちろん言うほど簡単ではありませんけど、現実的にはこの方法しかありません。そこで、
お困り、お悩みを持っている人が使うであろう検索ワードをですね、なるべくたくさんピックアップすることになります。そしてそれらの検索ワードに対して、疑問悩みを解決することができるウェブページを作っていくっていう流れですね。で、数を作ればいくつかのワードで上位表示されてアクセスが増えるということですね。そしてコツがつかめてくると上位表示させられる確率が上がってきてアクセスの総数が高められるっていう流れになります。はい、検索ワードも集客方法も2種類に分けるっていうことで、 SEO 集客はですね、次のような2種類のユーザーに分けることができます。一つはですね、今すぐに悩みや疑問をですね解決したい人ですね。例えば副業をすぐ稼げるといったですね検索ワードを使う人です。で、緊急度がこういった人たちはですね、緊急度が高い人たちなので反応率も高いですね。そのためですね、稼げますが難易度も高いです。で、加えて、こういうキーワードはですね、検索する人の総数がですね少ないので競合他社とのですね奪い合いになってしまうっていうことがあります。で、もう一つはですね、疑問や悩みはあるけど緊急度が低い人たちです。例えば副業種類といったですね、検索ワードを使う人たちです。はい、ですね、ここまでですね SEO の話から始めたのでちょっと順番が逆になってるんですけど、本来はですね誘導先のページが先にあって、そこにアクセスを集めるために SEO 集客をするっていう順番なんですよね。で、前者のですね緊急度の高い人たちにはですねすぐに商品サービスが売れますので販売ページに誘導できます。で、そのページをですね、ランディングページと呼びます。そして、後者の緊急度が低い人たちにはすぐ売れません。そこでどうするかというと、無料オファーっていうのを提示して、まずは見込み客をですね、見込み客として登録してもらう方法を取ります。で、見込み客になった方にはですね、その後、ダイレクトレスポンスマーケティングという手法で販売をします。まあ、DRM とも呼ぶんですけど、この DRM はですね、見込み客の方に時間をかけて、購入意欲をですね高めてもらう仕組みと言えます。この無料オファーを提示してですねメールを登録してもらうためのページのことをオプトインページと呼びます。ただ、このランディングページとオプトインページをですね、SEO で上位表示させるっていうのはですねちょっと難しいんですね。そこでどうするかというと、集客用のウェブページを作ります。そしてそれらを上位表示させて、そこからアクセスを送るようにするんですね。これが私がお勧めしている SEO であり、世間一般で最もポピュラーに行われている SEO と言えます。集客用ウェブページっていうのはですね、いわゆるお役立ちブログ記事って言われることもあるんですけど、ブログっていうとですね、日記みたいに聞こえるかもしれませんけど、もちろんそうではなくてですね、お役立ち情報ページと表現する方が正確です。はい、そして次の段階です。ランディングページとですね、オプトインページへは、悩み疑問の種類に応じて、2種類の検索ワードを使い分けます。図にするとですね、こんな感じですね。検索ワード A はですね、先ほどご説明した、今すぐに悩みや疑問を解決したい人が使うキーワードです。そして検索ワード B は、悩みや疑問はあるけど、緊急度が低い人が使うキーワードです。はい、検索ワードのリサーチ方法ということで、次の作業としてはですね、まずターゲットユーザーの悩み疑問をリサーチすることになります。やり方はですね、まずあなたの商品サービスで解決できるですね疑問悩みのメインキーワードを考えます。まあ、これはですねおそらく明確だと思います。例えば私が提供しているサービス、自分講座で稼ぐ方法という動画講座であればですね、メインキーワードの一つはですね副業になりますね。で、次にですね、Google サジェストワードというのがあるんですけど、それのリサーチサイトっていうのがあります。で、そこからメインキーワードからですね、サジェストワードをですね、調べます。じゃあ実際にやってみましょう。そしてこういった中からですね、このサジェスト、これがサジェストワードなんですけど、ユーザーが悩み疑問を解決するためにですね使うであろうワードっていうのをですね拾っていきます。そしてですね、それぞれに対してお悩み記事を作り、それぞれから、ブランディングあるいはですねオプトインページにリンクしてですねアクセスを送るっていう流れになります。
で最終的にはですね、このお悩み解決記事の内容がですね、上位表示成功の鍵を握ります。かつランニングページやオプトインページへのアクセスにいかにつなげられるかっていうことになります。こういったページの作り方のイメージとしてはですね、狙っている検索ワードの検索結果の中にあなたの記事が表示された時にですね、いかに違和感がないかっていうのが重要になります。そして記事の精度をですね、上げるためにはですね、執筆の数をこなすことはもちろんなんですけど、実際の検索結果に表示されるですね、他の方のページを研究することも重要です。まあ、いずれにしてもですね、実践することが何よりも重要だと思います。はい、今回は以上になります。今回の内容がですね、お役に立ったようでしたらグッドボタン いただけると嬉しいです。はい、このチャンネルではですね、収入源を増やして複数収入源を得るための方法をご紹介しています。チャンネル登録していただけると嬉しいです。新たな収入源として、私の一番のおすすめはあなたの持つノウハウをオンライン講座として作ってそれを売ることです。それに関する情報については動画の説明欄にリンクが貼り付けてありますので、そちらからぜひご覧ください。はい、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。